はい、どうもこんにちは、熊田です。今日は8月2日の金曜日ということでね、もう8月に入りましたね。皆さんも英語学習順調に進んでますかね。今日もね、ちょっと英語学習についてお話をしたいことがあるんで、皆さんもね、ちょっと悩んでるとか、もしかしたら僕の今日、お話しする内容に当てはまる方もいるかもしれないので、参考にしてもらえたらと思います。で、今日ね、雑談パートで話していく内容っていうのが、よく僕も質問でいただくのが、1年とか2年間英語を継続してるけど、なかなか伸びないっていう方がいらっしゃったりするんですね。まあ、これもいろいろ要因があるんですけど、まあ、その中でもよくあるね、事例を一つ取り上げてお話したいと思うんですけど、それが何かっていうと、よくまあ1年とか2年とか、まあ、割かし長期間で継続されてるけど伸びない方の中には、1日15分とか30分とか、まあ、結構短めの勉強を長期間続けられてる方が多いんですよね。で、まあ、15分30分になるともちろんやらないよりはね、全然徐々に力はついていくと思うんですけど、やっぱりね、まあ、15分30分だとなかなか伸びにくかったりすると思うんですね。なので、そういう方にね、おすすめなのが、まあ、大体 2,3 ヶ月とか、まあ、3,4 ヶ月でもいいので、それぐらいで例えば中学校の英文法をマスターするっていうぐらいで、まあ、ちょっとね、時間が取れたら、1日 3,4 時間とかかけて、まあ、短期間でちょっとその間だけでは、その間は本気で勉強するっていうのをやってもらうといいかなと思います。これもね、まあ、メリットもありまして、やっぱりね、1年2年かけてなかなか話せるようにならないっていうと、モチベーションも下がってくると思うんですね。なので、まあ、短期間の間にね、そこをこなすことによって、である程度力がつくと、今度は自分で走っていけるようになるので、なのでね、最初のうちはちょっと、負担をかけても、本気で勉強して、それが身につくと、その後はね、まあ、30分とか1時間ぐらいっていうのを継続していくと、どんどん伸びていくと思うので、なのでね、どこかでブーストをかける瞬間っていうのを入れてあげるといいかなと思います。はい、そしたらね、今日も英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何の話をしていくかというと、皆さん日常生活で最後に何々したのはいつだとかっていう時ありますよね。今日はその表現について説明していきます。これ日常会話の中でもかなり使うので、ぜひ皆さんもね、マスターして覚えてもらえたらと思います。じゃあ早速なんですけど、この最後に何々したのはいつだとかっていう、最後に何々したのはこちらを使って表すことができます。 The last time SV、 こちらの形になります。じゃあこれもね、細かく説明していきたいと思うんですけど、今回の The last time SV を使うことによって、S が V した最後の時っていう直訳になるんですね。つまりそれをね、日本語っぽく訳すと、最後に私がとか、最後に S が何々したのはっていうのを作ることができます。で、これ皆さんね、注意してほしいのが、この段階ではこれまだ文章にはなってないんですね。これなぜかというと、The last time SV を置くことによって、最後に何々したのはっていう段階で終わってしまってるんですね。で、この SV っていうのはこの The last time を修飾してるので、なので最後に私が何々した時なので、これ全体で名詞の塊になってるんですね。これ他の文章でね、日本語で置き換えてもらうと分かりやすいと思うんですけど、父が私にくれたその本とかっていうのって、これ結局言いたいのって本っていう名詞なんですよね。それの前に文章が続いてるだけで、これは一つの名詞の塊になってるんですね。それと同じように今回もね、この The last time SV っていうのはこれ一つで名詞の塊になるので、そういうところもね、注意しながら文章も作ってもらえたらと思います。じゃあね、発音も見ていこうと思うんですけど、今回の The last time ですね、これ注意が必要なのが、まず The の部分はこれ TH になるので、上下の歯で下を挟んで The、 The のように発音します。その後の last なんですけど、これに関しては母音の部分が a と a の中間音なので、少し顎を下げながら last、 ちょっとね、 a と a を混ぜるような感じで発音してもらえたらと思います。そしてこの l の部分はライト l と呼ばれる音になるので、下をね、歯の裏側ぐらいに強く押し当てて last のような感じで発音します。で、今回ね、このラストの t 破裂音になるんで、次に母音が来ないときは破裂音は消えます。なので last time になるんですね。なのでここが last time っていう感じで t を発音しないように注意してください。もう一度通して発音すると the last time、 こんな感じですね。はい、そしたらね、そんな感じで今日もね、例文をたくさん用意してるので、その中で、文法と発音に注意しながら一緒に練習していけたらと思います。じゃあまず一つ目の例文が、最後にフランスに行ったのは2年前だ。最後にフランスに行ったのは2年前だ。これなんていうかわかりますか？これもね、皆さんいろんな国に置き換えて使うことができますね。これではこんな感じで言うことができます。 The last time I went to France was 2 years ago. The last time I went to France was 2 years ago. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、まずは先ほど説明した私が最後に何々したのはっていうのを作っていきます。なので今回は私が最後にフランスに行ったのはってことですね。
なので、the last time の後に SV の部分に私がフランスに行ったのはっていうのを置いたらいいので、the last time I went to France になります。で、先ほど説明した通り、このね、the last time SV で一つの名詞の塊になるんですよね。なので、私が最後にフランスに行ったのはっていう塊になって、それは2 years ago なので、was 2 years ago になります。で、もしね、これ文法の構造が見えにくかったら、この the last time の後の SV の部分ですね。ここって単純にその最後っていうのを説明してるだけなので、なくてもいい部分なんですね。なので、the last time was 2 years ago って考えると、これイメージしやすいと思います。で、この SV の部分に関しては、単純に前のところを説明してるだけなので、the last time I went to France was 2 years ago っていうイメージになります。じゃあね、発音も見ていこうと思うんですけど、最初の the last time の部分はね、th の音と last の t がなくなるっていうのを意識して the last time ですね。で、その後の I went to France なんですけど、ここもね、I went to のね、この went to ですね。went の t、また破裂音になるんで、次に母音が来ないときは音が消えます。なので、went to ではなく went to ですね。で、その後の France なんですけど、これも R の音が出てきてるので、下が上顎に当たらないように注意してください。で、F の音っていうのはね、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて、発音するので、France ですね。で、この母音の部分、A と A の中間音になるんで、先ほどのね、顎をちょっと下げながら A の音を出すイメージ。こんな感じですね。France と発音してもらえたらと思います。で、その後は was 2 years ago ですね。years, z, z っていう z の音で終わって、その後 ago ですね。これ単体で発音すると、まあ手話の曖昧母音っていうね、っていうあとうぐらいの中間音で発音して ago。で、このね、o の部分は二重母音なので、o, u ですね。ago になるんですけど、今回この z の音とリンキングするので、2 years ago, the go になるんですね。そこも意識しながら2 years ago っていうね、発音してもらえたらと思います。もう一度全てを通して発音してみると、the last time I went to France was 2 years ago。こんな感じになります。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、最後にその映画を見たのは半年前だ。最後にその映画を見たのは半年前だ。これもね、なんか自分の好きな映画があって、その映画最後に見た半年前だよ、とかっていう時ですね。これ英語ではこんな感じで言うことができます。The last time I watched a movie was 6 months ago. The last time I watched a movie was 6 months ago. こんな感じになります。じゃあ、これもね、一つ見ていこうと思うんですけど、まず今回もね、最後に私が何々したのは、the last time SV の形になります。で、the last time の後には、私がその映画を見たのは、なので、I watched the movie ですね。で、今回ね、その映画っていう、今話題に出てきてる何かを指すときは、the を使います。まあ、日本語で言う、そのと一緒ですね。なので、the movie になります。で、今までのところが名詞の大きな塊になって主語になるので was 6 months ago になります。これね、半年っていう時も6 months ago っていう感じで伝わるので、まずね、これを覚えてもらえたらと思います。じゃあね、発音を見ていこうと思うんですけど、まずね、the last time ですね。ここに関しては th の音と l の音ですね。注意して、あとはこの last の t をね、発音しないように注意してください。the last time。で、その後の I watched that のとこですね。この watch なんですけど、これもね、発音するとき、だいたい R と O の中間音の母音になるので、これ watch っていうよりも、ちょっとアに近くなるんですね。watch。で、今回これ過去形なんですけど、過去形のね、D とか T って、これ破裂音になるんで、消えることが多いんですよね。なので、watch だっていう感じで、そのまま TH の音に移動してもらって OK です。I watched the movie。で、このね、movie のね、この V の音っていうのは、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて、movie。こんな感じになります。で、その後は was 6 months ago なんですけど、このね、months ですね。これも日本語で言う months、2の音で OK です。これよくね、monthies とかっていう感じで発音される方いるんですけど、そのようには発音しないんですね。なので、そのまま日本語の2のような感じで months、months になります。6 months ago ですね。もう一度通して発音してみると、the last time I watched a movie was 6 months ago。こんな感じになります。じゃあね、最後にもう一つ行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、最後に日本でラーメンを食べたのはいつですか？最後に日本でラーメンを食べたのはいつですか？これもね、海外の方とコミュニケーションを取るときに使えそうですね。これではこんな感じで言うことができます。When was the last time you ate ramen in Japan? When was the last time you ate ramen in Japan? こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、今回はね、最後はいつですかっていうことなんですね。なので、一番最初に作りたいのって、When was the last time? 最後はいつですか？これだけで文章ってもうすでに成り立ってるんですね。
で、そのラスタイムを説明したいので、その後に SV を置くことによって、この部分っていうのはね、そのラスタイムを修飾してるっていう感じですね。なので今回の場合は、When was the last time の後に、あなたが日本でラーメンを食べたのはっていうのを置きたいので、You ate ramen in Japan になります。これもね、こういう構造が見えると文章も作りやすくなるので、そこもね、意識してもらえたらと思います。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず、When was the last time? ここはね、そんなに難しくないと思います。基本的にね、この WH から始まる疑問詞のこの Why とか When とかあるんですけど、これ Why とか When っていう感じで F の音は入らないので、そこだけ注意してもらえたらと思います。なので、When was the last time? こんな感じですね。で、その後の You ate ramen なんですけど、この8の T なくなってるの気づきましたかね。これも T 破裂音になるんで、次に母音が来てないと音が消えます。意識の仕方としては、8の T 発音する手前までは行くんですけど、発音せずに終わるイメージ。なので、8 ramen。こんな感じですね。で、その後ね、今回、ラーメン in Japan なんですけど、このラーメン、N で終わって次、in っていうのが母音なので、子音足す母音でね、うまく発音される方は、ラーメン in、ラーメン in っていう感じになります。で、最後ね、ラーメン in Japan ですね。で、最後の Japan の部分はね、最初の J の部分はね、手話の音になるので、あとうぐらいの中間音で、J と発音します。で、その後の Pan なんですけど、こちらに関しては、あと A の中間音の母音になるんで、Japan、こんな感じになります。なので、もう一度通して発音してみると、When was the last time you ate ramen in Japan? こんな感じになります。ちょっとね、今回発音の難しいところが多いんですけど、そういう細かいコツもね、意識してもらえたらと思います。はい、そしたら今日はこんな感じで、最後に何々したのはっていう表現について説明しました。これもね、日常でかなりよく使うので、ぜひ皆さんも覚えて使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.